こんにちは。こんにちは。夫婦です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、このシーズンですね、はい、まあ、1枚で着れるブラウス、需要が高まるんですね。高まりますね。秋の始まりはブラウス必要だし、こっから冬になってもニットの上とか下とかに着たいよっていうので、まあ、そういう需要にお応えして作ったのがこちらの、カットジャカードノーカラーブラウスというですね、商品名が今つきました、はい、この商品でございます。気づいたんですけど、私たちすごい季節感がすごい。いや、僕はいつも長袖だから、あの冬夏も寒いからさ、街中がすごい秋口なのに真夏の格好でいるんで、はい、あの秋ですからね、今ちゃんと。あ、はい、かわいい、かわいい、はい、じゃあちょっと見ていただきましょう。ブラウスなんですけども、まず肥沃仕立て、こうやってボタンが表に出ない仕様のことをね、はい、肥沃と言います。まあ、もちろんこのちょっと手が込んでいるブラウスですよね。うん、まあ、ただボタンを表に見せないことで、この素材のなんですかね、風合いもそのまま生かされて、うん、まあ、あのボタンがいっぱいついてると基本的にカジュアルに見えるんですよ、ボタンとかステッチって。はい、まあ、それがないので少し、まあ、フォーマルというほどまで綺麗めじゃないんですけど、綺麗な印象、うん、シックな印象になる。そうですね。なので肥沃だとね、前焼きなので羽織にできるので、例えばこの下にハイネックのニット着て、その上にちょっと着るとかも可能です。はい、で、ちょっとこういうのはね、なかなかこういう物撮りで伝わるところだと思うんですけども、この脇のところからタックがね、こうやって出てるんですよ。こういうのも地味ですけども、着た時のシルエットがふわっと広がって綺麗に見える一個の要素なんですね。うん、で、あ、ここまでは非常に袖ポワンを元気に当たり前のようにやってますね。はい、で、この、まず先に伝えればよかったかもしれないですけども、先に伝えればよかったかもしれない。このジャカードもね、コットン見えするでしょ、めちゃくちゃします。あのシャリ感もさ、非常にコットンっぽいんだけど、不思議なの、握ってもシワにならないの。え、これ素材なんですか？これなんとレーヨンポリエステルナイロン。え、あ、綿入ってないんだ。綿入ってないんです、この風合いで。すごい綿っぽかったのに。この間の事前配信でもさ、綿っぽいなと思って、綿100ですかね、どうかなって、うん、そう言ってた、うん、言ってたんだけど騙されちゃった。まさにすごい優秀な素材ですよね。本当ですね。すごく天然見えするんだけど、シワにならずに、まあ、ガシガシ使えるっていう、うん、まあ、便利なお洋服ですね。はい、これ後ろもかっこいいです。後ろこのタックが、そう、後ろもそれが入ってただ中心は切り替えることなくすることで、もうこの素材の良さが、うん、なんか藍染めされたみたいなネイビーかな、ね、濃いめの、なんかそんな感じする。このなんかナイロンのちょっと光沢なのかな、レーヨンかの光沢がちょっと上品だ ね、うん、ありますね。これがマットだと藍染めのあのコットンのなんか和みたいな、うん、和風テイストになりそうだけども、確かにこのレーヨンの光沢がサテンっぽいので、ヨーロピアンな方向にイメージとしては振られている感じがしますね。うん、はい、これもちょっと着用もね、見ていただきたいんですけども、一旦その前の10月販売情報をまとめ配信でいただいた質問をここで答えることによって、はい、気になる方々に安心してもらおうという、はい、このいいね、この沖のね感じが、うん、すごい、これなんか古着から掘り出してきたみたい。好きです、ヴィンテージから。あ、本当ですか。はい、色もいい、色もいいと思います。ネイビーね、着やすいし、はい、ネイビー多くない、最近ブラウスで。あ、いや、でもブラウンが最近多いですけどね。ブラウン、トップスネイビーも多いかも、うん、なんか最近流行ってるんだ、うん、はい、はい、ご質問いただいていたものを回答していきましょう。こちらですね、羽織でもいける系ですかというご質問をいただいております。ゴリゴリいけますよね。いけます。羽織ってみますか。パッてやってみる。全然、まあ、前はアクスタイルなので。あ、すごい、ボタンがたくさんついてるブラウスなんで、もちろんそうだと思うんですけど、ジャケットじゃないから、うんうん、ほら、あ、ボタン見えてても可愛いですね。着るとどんなんなんでしょうか。まあ、今ちょっと黒いものの上にこんな感じです。ああ、いい、なんかジャケットみたい。やっぱ張りがありますね、うん、あの比較的トローンとした感じではない。そうですね、けど表情のある素材なんで、なんか平坦に見えない、絶妙ですね。もちろんこうやって羽織で着ていただくことができます。
とこの柄というか、うん、このポコポコした生地になってて、はい、今私あのそれこそ直接ノースリーブの上に着てるので、うん、若干なんか感じるかも、そのポコポコは痒い、人によって痒くなるかもしれないので、インナーを着てくださいと。そうですね、まあ、薄手の長袖なのか、はい、うん、まあそのものすごく気になるってほどではないんですけど、うん、敏感肌の方とかちょっと肌荒れしやすいわっていう方はもしかしたらちょっとチクチクするなとか思うかもしれないです、うんうん、はい、はい、そんな感じ、羽織でも全然いけますと、はい、で、ブラウスの生地は何ですかということで先ほど言っていた通り、レーヨンポリエステルナイロン、レーヨンポリエステルナイロンで綿は入っていませんでした。ないんですよね、まあ、なので、手でねお洗濯する分には全然問題ない気がするね、うんうん、ちょっとジャカートだから機械洗いが、まあ、繊細なんでそれはズボラ度によるのかもしれないけど、うん、はい、こちら色ですが黒ですかという感じで聞かれております。濃紺かな、うん、結構多分目視で、目視目で目視全部目視だと思う、目視で、いやその、映像とかじゃなくて、うん、配信とかじゃなくて、はい、実際に見ると結構ちゃんとネイビーだね、黒ではないなっていう感じ、うん、でも濃いネイビーですよ、うん、好きなネイビー大阪さんが、いらんかそんな感想、質問の答えに全くなって、あ、好きなネイビー次いきますね、柄によって透け感がありますかっていう風に、柄によって柄によってというよりは全体的に透け感が、うん、あ、まあ、確かにそれこそその柄がある部分は透けないっちゃ透けないんだけど、全体がもうこのメインどころの素材が、地の素材が透けるので、うん、このジャカートが作られている場所が確かにあの透けないけどね、まあ、透ける素材だと思ってください、うん、わりかし薄手な感じです、うん、はい、そうだね、なんだ不思議、薄いけど薄く感じさせないのはやっぱこのナイロンと、ね、ナイロンの張りだろうね、うん、はい、でこちら、インしてもゴワつかないですかというご質問で、ゴワつかないんじゃない、全然そんなにゴワつくことはない、うん、素材の硬さを気にしてるってことだよね、うん、問題ないと思います、この程度だったら、まあ、竹感もすごく長すぎるような竹感でもないので、うん、まあ、ちょっと何にインするかにもよると思うんですけど、一、まあ、個そのあるのタック入ってるんで、うん、ゴワつきはしないけど綺麗に見えるかなっていう、まあ本当にインしないで着た方が推奨レベルですけどね、うん、はい、個人の考えはそうですね、はい、個人の考えでどうぞって感じとのことです、とのことです、あ、はい、はい、以上です、はい、以上でございました、はい、という、カットジャカートノーカラーブラウスのご紹介でございました、ありがとうございました、はい、こんばんは、こんにちは、カットジャカートノーカラーブラウスでございます、フリーサイズです、着丈65センチ、肩幅37センチ、バストタックがありまして、それを畳んだ状態で108です、なのでこう広がる仕様になっております、袖丈が70センチでございます、カットジャカートを使ったブラウスで、結構透け感があると思うんですけども、着用した感じはいかがでしょうか。そうですね、なんかあのシアーのアイテムとかと比べるとそんなに透け感気にならないと思うんですけど、うん、自然光にこうちょっと離れて当たった時はちょっと気になるので、うんうん、もうなんか透けてもいいものは着た方がいいかなって感じです、うん、今ねリネンのパンツを合わせてくれてますけども、どういった感じで着用するのがおすすめでしょうか。ちょっと生地はリネンっぽいっていうか、うん、ちょっとこうカジュアルな感じの、うんうん、あの生地なのでこういうカジュアルなアイテムがすごい合うと思います、うん、まあでも柄はすごいガーリーなので、うん、あの綺麗めなスカートとかにも合うと思いますし、前は全部開くので羽織にも使えるんじゃないかなって感じですかね、うん、意外と季節の変わり目に、ね、便利そうですね、まあ、あとはあのノーカラーなので、うん、なんかタートルネックとか着てもいいですし、うん、いろんな着方ができそうです、はい、このタックがねここに、仕込まれているのが
先ほどサイズがねバスト寸法が、まあ、広がる理由、まあ、なので体型拾わずにシルエットで隠しながら見せてくれるとこが、意外とオツな部分ですかね。あの手入れもそんなにこれなんか繊細そうなんですけど意外としっかりしています。このカットジャカートのポコポコ具合も、まあ、割と強度があるので、まあ、手洗いぐらいだったら問題なくできますのでご自宅で意外と使い勝手汎用性高いねあの季節の変わり目ブラウスですね。こういうのはワンシーズンごとにいろいろ出しますので、よかったら見ていってください。まあ、色味も今季ネイビー多いんだけど普段あんまネイビーやらないんで僕何かこの時だけネイビーが多かったんでしょうね。ネイビーなんですか。そうなんですよ。黒だとネイビーなんですよ。ほら見てこの画面、うん、画面の方がネイビーっぽいちょっとね。はい、という、カットジャカードノーカラーブラウスのご紹介でございました。ありがとうございました。